直したのか。自分で直すという。芸人コンビ。よっしゃ。ナイスです。ミス。ナイス。ナイス。やっと出た。おめでとうございます。ありがとう。おめでとうございます。やめよこの流れちょっと。やめましょう、それはさすがに2回連続やめましょう。ありがとうございます。ナイス、ナイスボタン、ナイスボタン。ボタンありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ試しにね、試しに。よしよし。これ誰？試しに投票。試しに投票。黒いの？試しに。バイタル情報があって、キルクールタイム明けすぐに死んでます、カキさん。どれぐらい前ですかね。停電前ですか。停電前ですね。あら。30秒。じゃあ10秒前ですか。いや、もっと前だと思います。いや、だったら、固まってなかった。プテナツ、プテナツ。ごめんなさい、多分誤解が起きてると思うんですけど、停電2回になりましたよね。うん、はい。で1回目そこを僕直したんですけど、うん、頭合ってる展望に、はい、なんでその後かな、だから2回目停電の直前とかなんか時間軸ありますか、プテナツ作無理かな、いやちょっと時間を確認しましょう、時間は先に、時間はだいぶ経ってると思います、20秒以上は経ってると思います、2回目の停電よりは前ですね、じゃあ多分間ぐらい、2回目の停電は直ってすぐなんで、まあもっと前、じゃあ1回目の停電前の、はい、前かな、あごめん、あのその後に話をするんですけど、はい、シャワー室でプテアシさんと会っていて、でプテアシさんと夏目先生がシャワー室下からかな、はい、うん、から来ていたのか、でプテアシさん、俺がシャワー室に、いて、プテアシさんと夏目先生が上に行ったのかな、そう、アーカイブでタスクやってるんで、うん、でその後に俺がメインホールの除染やってたら LG さんが入ってきたっていう状況です、あ、合ってます、はい、その後僕は柿さんの最終情報脇は、うん、脇から行ったんじゃない、うん、少なくともキッチンじゃなかった、エンジンルーム、キッチンは LG センターだけど、メインホールで6人ぐらいはいてました、死ぬほどいましたね、いたかな、昨夜柿さんいなかった気がする、キッチン脇は LG センター、 LG センター、あれエンジンにいたっけな、ごめん、ちょっとそこら辺が結構脇速攻左行っちゃったんで、あー見てないな、宿舎前からエンジンかもしれない、もしかしたらメインではないんだよね、いやメイン6人ぐらいいて、ちょっとおまけできない、最初右側でしたね多分いるの、ダメだ時間が経ちすぎて無理だっていう人はいないわ、うん、うん、左右にはいなかった。右にはいなそうですね。うん。左にもいなそうだけどな。
直しちゃるか。油断するか。倒せ。ありがとうございます。動き洗いますか、まあ。ワープしたいのとって感じでボタンを押しました。うん、で、めれなそうなとは思ってますけど。うん、僕、最後まで話せなかったんで、動き言いますね。キッチン脇、センターさんが右左に行く。僕は、セキュリティの、テープタスク、その後、目に上がって、で、魚さんが女性のところにいるのを見て、ただ女性のところに結構長くいたんで、もしかしたらインポスターとかで逃げて、メインのドアを、メインからエンジン側のドアを開けたところで、多分、ピタシさんが来たのかな、右から。で、僕は、ピタシさん来たんで、どっちか死んで、魚さん死んでると思って、右行って、で、最後停電直しに、昇降機側に行ったら、ドニキさんが直しててって感じでした、うん、はい、で終わりですね。で僕の話ですか、左側って話しちゃったんで、僕展望行って、うん、速攻ダウンロードしようとしたら別になったんでキャンセルして、すぐ直ったと思います。速攻直しました、うん、でダウンロードアップロードして武器庫コックコミュニティ行って、でそこで、スナドルさんとすれ違って、宿舎前に行った時にプテハスさんがいて、でミーティング上がった時に、多分酒井さんボタンを押してる方も酒井さんかな、後から酒井さんが入ってきたって感じですね。そうですね。ラジオどういう経路で先端と会ったの、宿舎前通路で。ね、なんか、なんだっけ、メイン脇からタオルタスク押しアーカイブでシャワーメインって言ってる時にそうボタン押そうと思ったんでね、したら先端どこから来たっけ、エンジンぐらいだったっけ、ドアとか、なんかプテヤシさんがなんか僕にドアを開けさせたみたいな構図だった気がする。でどっか行ったそっからっていう感じだった気がする。プテヤシさんはミーティング来てないと思った。まあ、でも最後しか分かんないな、あんま詰めなさそう。分かんねえや、うん、分かんないな。だいぶ時間経ってるって、多分表現をしようとするんだったら、まあメインあたりでは絶対死んでないと思う。そうですね、エンジンでも死んでないと思う。メインも死んでないと思うけどな。ちょっと言い切れてきましたね。そこを直したろ。さあどんな状況になってるかな。エレちゃん、で注目いきます。なし、エレジーさん、だいぶ初手でアーカイブで一緒には行ったと思う。うん、僕一応停電両方とも直したんですけど、最初期です。魚さんじゃないの直したの。あ、違う、俺はね、あのね、停電配電前まで行ったんだけど、あの先に直してる人がいたから触らずに直るのを確認したって感じ。貨物と昇降機右で直しました。アーカイブ通ったんですけど、うん、見てないですね。速攻になったと思います2つとも。魚からはね、アーカイブ脇だったんだったら、プテハシさんの城は証明できる。エレクトリカルであっていて、そこから診察室貨物、停電起こって貨物輸送直すところまでは
豚屋さんのほぼ同じ。アーカイブもちょっとうっすらな記憶なんで、一応他の脇を確認して小胸で潰した。貨物ゾニキ先端です。はい。と夜宿舎単独。夏目キッチン単独かな。すぐ私シャワーに降りちゃったんで、一瞬色がちらって見えて、多分っていうごめんなさい感じです。はいはいはい、メインではない、メインプテ単独だったと思う。キッチン誰かとすれ違ってるんだけど、停電中だったかな。うん。自視点は さっき僕のこと白って言ったけど、言ってくれたけど、さからさんが、僕はね、さくやさんは白。同じぐらい時間一緒にいました。そうですね、電気室で通気とタスクしました。うん、キッチンでさ、俺がタスクやろうとした時に誰かすれ違ってると思うんだけど、誰かな。いない。キッチンいた人っている今回。夏目先生自分がいたよ。え、最初でしょ。いや俺が死にできてないから。あとあの一人脇じゃなかったっけ、キッチン。あ、一人脇。あ、俺はね、エンジンルームから、エンジンルームあたりからそのコミュニケーションブックをキッチンで行っているので、うん、これ全然どうでもいい情報かもしれないけど、僕はあの先端と合流そうなね、宿舎前だ、宿舎前で先端が扉開けてるのを見たぐらい。あ、そう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 、昨日か。うん、言った通りですね。うん、ゾニキさん見てないんですか、エルジさん。僕見てないですね。見てないです。じゃあ僕の白証明できるかな。ゾニキさんどっち行ったんですか。あ、もうミーティングまで、トヨさんと一緒にボタンを押すとこ。アーカイブ、ラウンジ、アーカイブ、その辺知りたいな。あ、はい。あ、じゃあ、押します。はい。砂ザメさん、なんでそんな情報出しちゃうの？疑われちゃうよ。こう直したろ。自分で直すという。どうすでしょう。あ、夏目先生申し訳ないおさせてしまった。あ、いや、大丈夫ですよ。ボタン押します。はい。あ、タスク終わりましたね。あ、終わりました。なんだその言い方は。終わりましたよ。やってない？なんだっけな。あ、そう、私の動きなんですけど、貨物で一緒に先端さんと入って、その後、停電をね、一緒に直した形で、はい、その後、アーカイブ、シャワー、うん、で、メイン行った時に砂亀さんが右側から来てて、で、その後、はいはいはい、停電開けた後でしたっけ。停電開けてます。はい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 、あの時は。はい、でエンジンでタスクをやり、もう宿舎前の方に、あ、じゃなくて、ミーティングでボタン押しに行ってます。あ、じゃあゾニキさん目線、はい、僕否定できますね。ゾニキさんより後ろ行って、レディさんが、反対方向に向かってれるのを見てないってことは、エレジーさん、うん、まあ先端さんがキルしている時の像としては、エレジーさんがアーカイブで湧いて昇降機のタスクをなんか複数個やって、私が見ようとしてて戻ったタイミングで切ってるぐらいしかない。それは大丈夫です。あのドア閉まってた。あ、ゾニキさん確認しないと見ないか。左のドアだけ閉まってたんで、それは否定できます。あ、分かりました。はい、相当複数ぐらいしかない。いつの話ですか今の。あ、さっき LG さん来るの。 LG さん、ドアしま、あ、え、じゃあ先端って僕と会った後に昇降機ヌーンで右に行ったってこと。違う違う違う、 LG さんが死んだ時の話。初日はカキさん。ああ、そういうことか。あ、でもどっちにしても LG さん確か死体発見じゃなかったですよ。あ、僕のボタンです。はい、だから LG さん、だからゾネキさんより前にいると思うんですよね。エンジンとかゴミとかコックピットとか金庫とか、そっちの方向行ってるんだって考えるのが。なるほどなるほど、そうですね。うんうん、なる。結構容疑が広い気がする。わかんないな、うん、危ねえ。なんとこのリクエイだけど怖い。砂染さんの情報軸で言ってるから、もう正直者なんだよ砂染さんは。お前はこっちに来るんじゃねえ、プテラ高橋。ちょっと停電を直しに行け。ねえ、離れよ。
キリストに疑われるしな、乗らされちゃうしな。誰がいねえかな。いませんね。夫がバグってる。あ、ミュート取れ、ミュート大丈夫です。手動で。はい。はい。夏目先生、初手貨物脇でした。はい、初手貨物が青、ピンク、黄色、白の4人です。はい、青、ピンク、黄色、白。え、ねえねえ、あのさ、はい、僕、先端弁当使わなかった？違うかな、武器庫にいて、武器庫のダウンロードやってたのね。まあ、そこで左行ってたら分かんないけど、先端真下に行って、どこ？え、武器庫のあの上のね。右上のあれですね。ああ、あれか。はいはい。先端が下に展望の方に行ったのを確認して、僕はタスク終わったらコックピットから出てきたと思うんだけど。コックピットも行ってない。はい。え、コックピット行ってない？コックピット。コックピット行ってないって言うんだったら確実にそっちの方から走ってきてたよ。た、先端さんとエンジンルームあたりで左から来る先端さん見ました。あ、行ったわ行ったわ。ゾネキさんとすれ違ったわ、コックピットで。はいはい。あ、そうそうそう、すれ違ってる？うん。はい。あ、ごめんなさいごめんなさいね。ごめんなさい。じゃあ、砂亀さんもいたと思うから。はい、確かアドミン見た時にチラって見えたのが多分。あ、じゃあ、アドミン情報があればですね。あ、ごめんなさい。あの、アドミン本当に一瞬チラって見ただけで全く覚えてないです。オッケーです。あの、ちょっと魚から証言します。はい、貨物室にタスクがあったので、最後に出たのが多分俺で、そこから貨物室、ラウンジ、アーカイブ、シャワー室まで行き、で、シャワー室の扉の左側が閉まっていたんだけど、誰かが開けてるはずなんですよ。だからシャワー室から開けた人教えて。そうや、ね。アーカイブ、シャワー室行ってメインホールから。はい、それで当夜ですね。当夜さん、オッケー。はい。で、当夜さん、その経路のところで、どういう経路で行きました、はい、シャワー室から。貨物脇、貨物の配線タスクをやり、ラウンジアーカイブ昇降機でタスク一つやって、タスクが完了して、で、まあ、アドミンでも見るかって思って、シャワーからメインホール抜けてるとこで、エンドです。その間に死体がなかった、夏目先生ともすれ違っていないでやってます。死体もないし、誰ともすれ違ってないですね、初期脇以外は。はい。貨物脇ですよね。夏目先生はどのタイミングで出たとかわかんないですか、貨物。最後尾が魚さんっていうのしかわかんないですか。俺はね、最後っていうだけで先に出た人たちの証言聞かないと何とも言えないな。いいキルが入ってますね、これね。直しちゃうか。ナイス、よし、マジで、よし、ナイス。ボタンさんのボタンさえ潰せばっていう風に思ったんで、ナイス。メモしてたんだ、すげえ。いや、素晴らしいけど、最近メモをすること思いました、ボタンを押してる人。ミーティングカーじゃ、いや、20万、15万のコンビか。やりましたね、サナメさん、なんか、なんだかんだ。バンジーやったか、やりましたわ、本当に。ナイスです。ナイス。ありがとうございます。あれですかね、どこのキルあれかな、あそこで光んなかったのかな、レポートが。だけど、僕、あの、多分配線のところですよね、死んでんの、確か。シャワーの、そうですね。そう。
だから、スマートと、ね、だから、マップ見てて気づかなかったとかかな、ゾニキさん。ゾニキさんの名前通る前。え、見てなかった。どこで、レジさんは。シャワールームの配線のところで死んでます、僕。センターさんに。あの、ギリギリゾニキさん視界に入んなかったです、あれ、位置的に。あ、そうなんだ。はい。私とゾニキさんが並走してるときに、あ、そっか。ギリギリ入らない位置だなっていうのがあったので。あ、ナイスキルでした。いやー、これは、よかったですね。完璧に、全然疑われてなかったから。うん、いや、見事だな。いや、いいキル、あの、最初のキル、マジで、俺の位置分かんなかったっすよね。誰も分かんないな。お客さんは展望でやりましたね。ですよね。それで直した後に。そうで、砂添さんがエンジンルーム分けあったのに、俺の情報言わんかったもんで、怪しいなーって。なので、まあ、そうですね。だから、左側に絞られたから、結構危ねえなと思いながら。アキッチ洗うべきだったかな、もっと、まあ、あとやっぱダブルキルじゃなかないとやっぱ絞れないですね、なかなか。うまかったですよ、ここは3キル全然噛み合いましたね、1キルずつね、ね、1キルずつっていう、全部分かんなかった、全部1キルずつっていう感じで。うまかった、お上手でした、ありがとうございます。いや、もうタスク怖かった、最後終わりそうで。なんかタスクね、結構進んでるって言ってますもんね。はい、開始します。はいはいはい、連携あ、ごめんなさい、私なんで私いつも連携外れるんだ。高橋さんに、なんか僕インポスターの時弁当使ってない時めっちゃ弁当疑われるんだけど全然使ってない。よかったね、ゾニキさんとスナダメさんいて、よかった、マジで。2人だったら釣られてたかもしんない。1人からの指示だったらさ、白出しだったらさ、あれだったけど、2人からだったら、まあ自分の勘違いかなもなって思いながらもって感じだったから、何言ってんだろうって。危ねえ危ねえ